中央党は1920年に設立されたノルウェーの中道政党。党の政策は19世紀から20世紀にかけてのいかなるイデオロギーにも基づかないものの、脱中央集権的な経済発展や政治的意思決定の維持を重点に置く。決闘から2000年までは被社会主義政権にのみ与党入りしてきたが、2005年にこれまでの方針を変更し積力連合政権の 与党となった。また、1972年以降は、ノルウェーの欧州連合への加盟に断固として反対している。1921年に実施される、ノルウェー議会選挙に向け、前年の6月17日から19日にかけて開かれた全国集会において決闘。当初は、ノルウェー農民組合を名乗っていたが、1922年には、 ノルウェー農業協会へ解明すると同時に、農民党が政治活動の母体として分離独立する。中央党が農業組織の政治部門として作られて、以来80年間大きく変化してきた。決闘5本の数年のうちに、ヨーロッパの他の中央党と同様、農業政策のみから脱中央集権に基づく政策を展開した。しかし、 1930年代から戦後にかけては、ファシスト勢力と連立政権入りへの交渉を行うなど、投資上論争の多い時代となった。1959年には、ノルウェー民主党と名を変えるも、選挙戦略が困難となるとの理由から一般は、農民党に戻した上で、同年6月に検討名へ解消する。これは、農業人口の継続的な減少に伴い新たな、 選挙母体を呼び込む必要に迫られたからである。地方選挙においては、中小都市で強い支持を受けており、2007年の選挙では83名の党員市長が当選を果たした。労働党には、党員市長の数では引けを取るものの、中央党は党規模に比して、どの党よりも多くの市長を有する。年から年までにつの非社会主義政権で与党となり、 うち三つの政権では、党から首相を排出。しかし2005年の選挙で、労働党や社会主義左翼党とともに、赤力連合を組み対象した結果、労働党党首イエンス・ストルテンベルク率いる、連立政権への参加を目的に交渉を行った。一連の交渉は、成功を収め同年10月17日、第二次、ストルテンベルク連立内閣に参画した。 2009年の選挙でも、赤力連合は低迷する、保守、中道勢力を尻目に支持を伸ばし再選。ありがとうございます。